キティホークはアメリカ合衆国ノースカロライナ州デア軍の町である。アウターバンクスと呼ばれるバリアー島の一部にある。2010年国勢調査での人口は3272人だった。18世紀初期に地下ホークという名前で設立された。キティホークはオハイオ州デートン出身のライト兄弟が1903年12月17日に町の南4マイルにある。 キルデビルヒルズで最初の制御された動力による飛行機飛行を行った場所として有名になった。その飛行の後でライト兄弟は歩いてキティホークに戻り気象局の事務所から二人の父に成功を知らせる電報を打った。キティホークは最初の動力飛行の場所と誤解されることが多い。ライト兄弟はこの場所で風がよく吹くことと 地表が柔らかい砂質であることから、グライダーの実験に適していると選んでおり、最初の動力飛行まで3年間以上の実験期間があった。航空母艦アセスキティホーク、CV-63、ステルス爆撃機 B-2 スピリット AV-19、機体番号93から1086、航空機搬送船アセスキティホーク、悪腑 -1、さらに、 アポロ14号の指令室がキティホークの名前を冠してきた。キティホークは1981年に町として法人化された。キティホークは北緯36度06分成形75度42分、北緯36.1度成形75.7度、36.1-75.7に位置しており、標高は7フィートである。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 超域全面積は8.23平方マイルであり、この内陸地8.18平方マイル、水域は0.0476平方マイルで、水域率は0.579%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。アメリカ合衆国議会下院議員では、ノースカロライナ州第3選挙区に属し、1994年に初当選した。 共和党員ウォルター B. ジョーンズが務めている。ありがとうございます。